まあ、こんな風に、まあ、僕が主役ということで集まっていた機会は本当にまあないだろうと、どっかの大型新人はもう葬式ぐらいしかないよとかいう演劇でもないことを言ってましたけど、まあ、まあ確かにそうなのかなって思うところもあり、本当に今日はありがとうございます。でまあ何言ったらいいかなんだけども、言いたいことは言っとかないと後悔しそうなんで、ちょっとすいませんけどメモを見ながらまず一つは今日もなんですけども、本当に、まあ、いい意味の悪い意味でも、まあ、僕はすごく人に恵まれて生きてきたなと、まあ、引きがいいっていう風な表現の仕方もあるかもしれないですけども、まあ、そのことはどちらかというと人から言っていただいて、まあ、気づいたところが大きいのと、まあ、こういう場で振り返ってみて本当に、まあ改めて気づかされています。で、まあ、その気持ち結構ね忘れてしまいやすいというか、ちょっと忙しかったりすると抜けてしまうので、そこを一番やっぱり大事にこれからも生きていきたいなと思ってます。で、まあ、特にですけども、ここにいる皆さんとか、ね、僕と、まあ、波長が合う、まあ、変な人たちばっかりで、まあ、そういう変人のネットワークに仲間に入れていただいたことも本当に感謝しています。ありがとうございます。まあ、これからも多分そういう変人のネットワークを広げていきたいと思っているので、まあ、よろしく付き合っていただきたいのと、まあ、その鳥取はもともと好きなんですけども、まあ、本当に大阪も好きです。まあ、正直言って最初そんなに大阪に対する感情ってなかったんですけども、まあ、ずっとこう長く住んでたりとか、まあ、いざこう離れていくっていうことがあったりして考えてみると、逆になんで、まあ、鳥取に帰れるかっていうことをちょっと思うぐらい、まあ、やっぱり大阪が好きなんだなっていう自分に、まあ、気づかされたところがあります。まあ、そう思ったら、まあ、学生時代結構その鳥取に固執してて、そういう自分が、まあ、なんかいいとこもあるけども嫌だった面もあって、でも大阪はそんなに、まあ、興味もないしっていう状況だったんですけども、今だったら、まあ、その大阪も好きだし、まあ、変にその鳥取大阪とか枠を考えずに生きていくような考え方を今後はもっと広げていきたいなと思ってます。まあ、それは家族との付き合いもあるんですけども、で、まあ、あんまりちょっと泉さんとの話になるとちょっと悲しくなるのでそこを言いたくはないんですけども、まあ、さっき表彰していただいた時にも、まあ、女房役とか言っていただきましたが、まあ、最近はそうでもないところもありますが、本当に今ゆうさん、あやさんとか家族といる時間よりも僕と一緒にいる時間の方が長く当初は一緒にいてまあ普通の人から聞いたらすごく気持ち悪い話なんですけどまあそんだけまあ、ありがたく教えていただいて、まあ、家族同然それ以上で、まあ、指導してもらったと。で、まあ、泉さんはそういう兄貴肌なんで、まあね、前から見たら、まあ、そんなに自然だったかもしれないですけど、すごく、まあ、苦労も多かったと思いますし、まあ、今大森さんの話をちょっと聞いたりもしますけども、まあ、本当にその新しく社員を育てるとかそういうことの一発目っていうことはだいぶ僕もまあ大変だったけども、泉さんはそれ以上に大変だったんじゃないかなと思って感謝してもしきれません。あとは、まあ、なかなかプレゼンで皆さんのことも、触れられなかったこともあったんですけども、まあ、後方にちょっとなんか控えておられますけども、松本さん、池田君、笹尾さん、羽田さん、まあ、いや本当にだからこの現実いや、すごいなんかいや、おいおいやられて自分もちょっとまあ、ダメだったっていうか、まあ、ダメだったんですけど、まあ、仕事をね、まあ、頑張りたかったのもあるけども、他のネットワークっていうのを結構遮断するようなことになってて、で、まあ、本当にまあ、そのしんどい時期があってでも実はその助けていただいたのは後ろにいる4人の力本当に大きかったな
しんどかった時期に、まあ、あの本当1、2回だけど、まあ、飲んであのもらって、まあ、素直な気持ちを話してで、まあ、聞いてもらっただけでもすごくあのほっとしてよかったなと。でもそれから、まあ、もうちょっと遊んでくださいって言っときながら結局まだ戻ったら忙しくなってそこまで遊べてないんですけど。まあ、なんかちょっと整理できないけども、そうですね、まあ、これからもよろしくとありがとうございますっていうことが言いたかったのと、まあ、最後にやっぱり一番言いたかったのは、あの、まあ、家族ですね、あのメグとあかりは、あの就職する前からこの会社にあの行って働くことになるだろうと、まあ、予言した通りに、まあ、なって最初は、まあ、全然実際が分からなかったから、まあ、やってみたらいいんじゃないっていう風な言い方だったとは思うんですけども、まあ、いろいろ大変な時期もあったけども、まあ、見捨てずに、一緒にいていただいて本当にありがとうございます。で今も鳥取に行くっていうことで、まあ納得してないけれどもまあまあ、それでも最初の約束通りで、まあ、ちゃんと話してくれるし、まあ、そういう義理がたいというか人情深いところは、まあ、好きです、まあ、その辺なんか、しんどくなった時期もあったりして家の中では、まあ、ぶっちゃけ話ですけども、もう会社どうなみたいな結構ボロカスに行ってた時期もあったんですけど、まあ、ある意味なんかね、また分かってると思うタッソリですよ、タッソリ大丈夫大丈夫、問題ない、公私混同なんで、まあ、そういう辺は僕からしてみたら結構泉さんと、まあ、メグとか割となんか近い部分もあったりして、まあ、そういう本当に人たちに近くにいてもらったことは自分にとって大きな財産だし、まあ、これからも大切にしていきたいと思っているので、どうぞこれからも挨拶かつによろしくお願いしますまあ、あんまりこういう挨拶得意じゃないんでダラダラしてしまいますけども、はい、これからも一緒に今飲んでやったりとか一緒に仕事してください、よろしくお願いします